ワンポイント忍びえ、忍びえ奏者の井上真美です。今回のワンポイントは指の強化で基礎力アップパート2です。ワンポイント忍びえその26、指の強化で基礎力アップパート1の中でテンポアップ形式でのウォーミングアップをご紹介しましたね。このパート2ではスローダウン形式に挑戦です。では早速始めましょう。こちらの楽譜を見てください。指の上げ下げを意識しながら粒を揃えて吹いてみましょう。まずは1番。はじめは四分音符、そして倍の速さ、8分音符で吹いてみましょう。指や腕の力は抜いておきますよ。まずは四分音符から。では、倍の速さ8分音符で。これを何度も繰り返します。この稽古の注意点は、音の粒が揃っているかです。冷静に自分の音を聞きながら吹いてみましょう。今回は80、70、60bpm とテンポを下げていきます。次は2番。これも初めは四分音符。そして倍の速さ8分音符で。指先に力が入るとスムーズに動かなくなる原因になりますよ。次、3番。動きやすい指、動きにくい指、これって人それぞれですね。自分の苦手な指の運びを知ることが大事です。一定のリズムを取りながら、音の粒を揃える。これって結構難しいんですよね。さて、次回のワンポイント忍びえは、音の粒を揃えるコツです。お楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。